はい、安富ちゃんのハンダが回って今度安富ちゃんの課題です。へいなんでこんなに種類いっぱいあんだよ。難しいでしょ。こんな種類いっぱいあって、ワークショップやった人かわいそうだな。難しくて、そりゃみんな手あげないですよ僕のは。いやあれ朝でみんな冷えてたからでしょ。そうですね、朝まで冷えられちゃうと。これ痛いんだけど、このバル研ぎすごい細いんですよ。なんかみんな刺さりそう。もう可愛いバラですね。こんなに。耳でね。関西方面によく出してるんですよ。寒かの農家の。そうなの。関西方面なんや。誰かいましたね。明日ですね。そんな大鳥取る人。大鳥幸子ですね。そうですね、大鳥幸子。柿原やで、パンチ食らってましたね。青あざやで。ラケナリア。取れちゃった。変なこと言うから取れちゃったやないけ。ルピナス。よし、行こう。わからない。それわかんないんじゃないか、さっきから。さあ、ゲームの続きやろう。こういうのはもうね、マスにしていくしかないんですよ。あんまりこう組まないですね、長塚さん。こういう組み合わせの方は、だってマスにしていくしかないじゃん、こういうの。で、またここで仕切りを作るんですね、こうやってね。仕切り屋だね。それある意味怖いじゃないか。自分不器用ですか。それさ、こんだけ入れたら不器用じゃないでしょ。はい、行きました。計測します。はい。はい、できました。じゃあ今器に入れて取ります。はい、できました。お花いっぱいです。まさにガーデニングって感じですね。ねえ、うん、はい、今日はこちらの東京ドームのバックヤードから花束2作お届けしました。まあ、前半と後半に分けて2つに分けてアップしてると思うんですけど、この中でねフラワー TV2 作撮っちゃうっていうね、さすがの暇ぶりです。長澤さん、長澤さん。私はそれ長澤さんだとは思えないんですけど、最近楽しくてしょうがないです。ではまたまたお会いしましょう。See you next time。 もう終わりか。まだか。